ゴルノアールタイスクはロシアにあるアルタイ共和国の首都である。この町はモスクワの 3641km 東に所在し、人口は2002年国勢調査で53,538人である。1824年に最初のロシア人入植者がビースクからここへ入植し、ウララという集落を建設した。 1830年に谷にたどり着いたロシア政教の宣教師は当時、原住民19家族とロシア人3家族で構成されていたこの集落を偶然見つけた。翌年、ウララはアルタイで最初のロシア政教の布教書の設置場所として選ばれ、ロシア人入植者がこの村へ移住し始めた。1922年にオイロオト自治州が作られた時、ウララはその首都となった。 1928年2月27日に村が町になり、1932年に名前がオイラトトゥーラに変更された。しかしながら、1948年に当局は、ついにこの地の原住民が実際には、自らのことをオイラトと呼ばないことを知り、自治体の名前はゴルノアルタイ自治州に変更され、それが首都の名前となった。 このアルタイ共和国唯一の町は、アルタイ山脈の北西部に位置し、ベルーハ山の北約250キロメートル、カトゥニ川に注ぐウラルーシカ川とマイマ川の合流地点にある標高207から305メートルの山々に囲まれた盆地である。ゴルノアルタイスクには近代産業が散在し、ゴルノアルタイスク空港、劇場、大学そして地方博物館がある。 ここからモスクワまでは 3691km あり、最寄り駅である西シベリア鉄道のビースク駅までは 96km ある。ありがとうございます。